はい、こんにちは、アラブの主力です。今日は風見様の、現場に来ております。見てください、この重機。相変わらずたくさんの重機が今日も動いてまして、エコに貢献されている企業様でございます。よいしょ、豆乳くん、実際動いておりますので様子見ていきたいなと思います。よろしくお願いします。豆乳くん、動いているところにですね、移動しました。見ての通りですね、まあ、奥の方を、まあ、こう掘削してですね、そこにもいろんなコンクリートの柄があります。それをこうライダーで認識してこう掘削、今掘削してますね。やっぱりこれどこにあの柄があるかっていうのは毎回場所が変わってしまいますので、そこはあのうまいことライダーでですね認識してるっていう感じになります。で、旋回して途中障害物もあのもちろんありますので、それを超えるように、まあ、動いてます。で、このポイントなんですけど、古い機の性能にもいろいろと限界がありますので、うまくですねスピード緩めてちょっとずつ入れてるっていう形になりますね。まあ、そうすることで砂と岩を分離するっていう風な工程になっております。まあ、作りまして、ちょっとこうあえてバケットを深めにすることで余分な土を落としてます。で、ここですね、まあ、ちょうど真ん中のポイントに来て、ここは非常に慎重にゆっくりゆっくり入れるという工程になっております。ゆっくり入れ終わったら、まあ、次の場所にはあの早く旋回してという形ですね。で、今こうライダーでスキャンして次掘る場所を決めているという形になります。で、少し腕を振り上げてその場所に向かって掘るという形ですね。ちなみに、よいしょ豆乳くんで振るわれた岩ですね、岩に関しては、このように別の角度からホイローダーが、やってきて隣の固定式プラントに、持って行っております。そちらの方では火災の機能もついたプラントになっておりますので、大きなエアも投入できるという形になっているんですね。ちょっとあの離れた位置ですね、別の固定式プラント側に来ております。ちょっとここの方が見やすいかなと思うんですけど、今ですね、よいしょ豆乳くん、土をすくいまして、で、壁等がありますんで、そこを、うまくこう避けてですね、豆乳機の方に持って行って、ゆっくり下ろすという工程になっております。まあ、特にこの下ろす工程が、やっぱりプラントに当たってしまったりすると、まあ、事故になりますし、物の修理とかも必要なので、そこが一番慎重にやるべきところですね。ここですね、ここで、まあ、スキャンして、スキャンして結果高い位置を、まあ、掘っていると。で、こう周りに鉄板で囲まれておりますので、この鉄板に当たらないように、うまく、プログラミングされております。で、少しこう砂を落として、やはり旋回してですね、ここで慎重にこう土を下ろすと。で、早く下ろしすぎると結局砂があまり分離されずに出てきてしまうので、ゆっくり入れるっていうところがポイントになっております。今豆乳くんの場所に来ております。設置位置にですね立ってるかっていうのを改めて紹介できればなと思います。このように少し高台になってまして、ここにいろんなこんがらのものが入っていると。で、鉄板にこう囲まれてましてですね、ここにこう柄が入っているという形になっております。
ですので、まあ、注意点としては、まず向こうですね、向こうの電柱がありますので、そちらに当たらないこと。そしてこの鉄板も、決して、丈夫なものではないので、鉄板に当たってしまうとその壁を倒壊してしまうので、そちらも当たらないようにするというのが注意ポイントになっています。それ、左右左右にありまして、で、こちらをクリアした後に、右にこう投入ポイントがあるという形ですね。こちら投入くんの、装備も確認していければなと思います。標準の装備から、今回はあまり変えておりません。バケットの、センサーですね、こちらに、センサーが、ありますし、あとは、はい、アーム軸、そして、ブーム軸で上部旋回体の、IMU、おなじみの旋回のセンサーですね。そしてライダーは、この位置から変更は、ないです。他もですね、特に変化はなしで、ボックスついております。そしてバッテリーですね、このような形になっております。あとは上にアンテナと、パッドライトが、後方に設置されている形ですね。はい、トカさん、こんにちは。こんにちは。ちょっといろいろ聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。まず最初の質問なんですけど、はい、こういった自動化の機械っていうのは、この業界には今まであったんですか？見たことはありましたか？いや、自分はなかったです。ああ、初めてですかね。最初、これがやってくるっていうふうに、周りの上司だったりとか、社長から聞いたときにどういうふうに思いましたか？最初はちょっと不安と期待ですね。はい、なるほどですね。実際にこうやってきたと思うんですけど、まあ、最初、まあ、正直ボロボロだったと私も記憶してるんですが、どんな感じだったでしょうか？1日目動きとしてましては。1日目の動きとしては重機の取る感じとか入れる感じの調節が難しそうだなと、はいはい、あ、そうですね。1機目も結構苦労したかなと思ってますよね。この、はい、やっぱり移動ができないじゃないですか。そうですね、キャタ固定です。キャタ固定なので、なので糸川さんが普段やられてるこの業務とかを聞きながら、この位置だったらまあ取れるかなとか下ろせるかなみたいなのをちょっと調整してた1週間でしたね。そうですね、はい、実際に位置も決まって、明日からよろしくお願いしますっていう風に言って、翌朝すぐ電話いただけたかなと思うんですけど、思い出すとどんなトラブルでしたか？最初この古い機に、はい、投入しようとした時に当たりそうになって緊急停止、はい、そうでしたね。そうでしたね。やっぱりちょっと調整もかなり近い位置にしすぎて余裕もなかったっていうことで当たってしまったっていうところで、そこから調整の日を一度迎えて、まあ、動きもですね、なるべく上目に余裕を持った位置でハイドするっていう形になって、はい、それ以降は接触はどうですか？それ以降は接触がなかったです。あ、ですよね。大きい機械同士なので、いざ当たると、まあ、すごい変形をしちゃうから大変ですよね。危険ですね。はい、はい。あとはその後のこう改良の中で、私も知らなかったんですが、最初はこの中に入れればいいもんだっていうふうに思ってたんですよね、はいはい、で糸川さんに聞いていると、いや実は違うんですというふうに教えてくれたんですけど、そのあたりちょっと解説していただいてもよろしいですか？これは結局砂ゼロものを出すっていうものなんで、はい、土が濡れてたらその網目で震えなくなってしまう、うんうんうん、砂が多めに出てきてしまうっていうことがあるんで、やっぱ雨の日とかなど濡れてる日などはちょっと細かく入れてもらう、少しずつ入れる。なるほどですね。上がこう震えて岩と砂を分離する都合上、真ん中にある網が天候によってはそうです、とても重要なところです。詰まってしまうと、はい、まあ、またまあ仮にも晴れた日でもわーってこう全部一気に入れちゃうと、そうですね、それはそれでも網が詰まっちゃって、はい、本来こう右から岩が出て左からこう砂が出るはずなんですけど、す全部一気に右から出ちゃうと、そうするとせっかく投入した意味がなくなってしまうってところ で、そこは私もなるほどなと、入れればいいんだっていう印象を持ってたんですけど、意外とそういうところが重要なんだなと。それもあったので3週目くらいですかね、実証を進めた時にちょっとこう入れる速度を糸川さんの見てもらいながら緩めたっていう感じですかね。そうですね、調節してもらって。そこはどうでしたか？こうゆっくりした後の動き感って言いますのは。あ、だいぶそっちの方が、ゆっくり入るんで
やっぱ震えながら入るんで、はい、分けれました。ありがとうございます。あっという間 の1ヶ月の実証でしたけど、残念ながらこの1ヶ月では解決しきれなかった、糸川さん的にはいやこれはちょっともう早急にやっていただきたいなって点があれば教えていただきたいです。もう少し幅広く撮れて、カメラで撮ってるところを、はいはい、もうちょっと広くしてもらえればいろんなところ撮れるかなって思います。ありがとうございます。確かにそうですね、今このよいしょ投入くん前方180度しか撮れないということで、特にこの配置だと左90度は取って右で90度置くけど、うん、はい、実はこのショベルの後ろにもそうです、ね、山はある、仕事中はどんどん来るということで、はい、真後ろも取れるといいなっていうことですね。分かりました。他にも何か思いつくところありますか？もうちょっと取って、はい、から入れるまでのこの動作をもう少し早く、はい、で入れるのはゆっくりで、まあそんな感じが、もう少し緩急をつければいいかなというところでした、はい、ありがとうございます。ちょっとこちらは我々もちょっと今後も開発していきたいと思います。じゃあ最後になりますが、こちら風見様の野田工場では、はい、建設機械オペレーターを募集しているというふうにお聞きしました、はいはい、どんな方募集されてますか？やる気のある方だったら誰でも大丈夫です。おすごい、なんか結構難しそうにも見えたさ、そこは意外と教えてくれる先輩方とかも、はい、もう先輩方が優しいので、はい、大丈夫だと思います。ありがとうございます。私もこう職場の雰囲気すごいいいなっていうふうに思ってたんですけど、結構皆さん仲いいというか、う、ね、休憩中も会話が活発にあるなと思ったんですけど、すコミュニケーションはいっぱい取ってるので、はい、帰りの修例だったりとか、はい、朝の朝礼とかも、まあ、素晴らしいコミュニケーションだなというふうに見ておりました。千葉県野田市ですかね、ガッツのある方募集しているということですので、はい、ありがとうございます。お願いします。はい。